どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ベトナムから帰ってきたぞということで、まあちょっと報告と言いますか、帰ってきたんですよベトナムから。日本時間の今朝8時、朝8時に帰ってきて、気温差なんと15度以上ぐらいあると思いますよ。向こう30何度で、こっち来たら16度とか15度とか言ってましたんで、まあ寒くてびっくりしたんですけど、はい、帰ってきました。でですね、報告としては、まあこの今回このガズのわがままウクレレのクラウドファンディングのご支援いただいた方と行く、ガズレレベトナムツアーということだったんですけど、ご支援していただいた方にはセミオーダー、向こうでゆっくり時間かけて、こう決めていただいてオーダーをしてきました。はい、あでゲストの方はもううち本当に楽しんでいただけたと思うんですけどね、もう私自身もガズさん自身もめちゃ楽しかったです。またこれ楽しいなと思いますんで、また、機会があればこのガズレレツアーベトナムもまたやりたいなとも思っておるんでございますけど、でまあご報告としましては結構いっぱいあります。このガズのわがままウクレレ通常販売っていうか、まだちょっとね、まだ通常販売っていうか在庫から買えるまでにはちょっと行ってないんですけど、予約を受け付ける販売サイトと、その際にセミオーダーをウェブ上でこう選んでやるっていうのを今本当に大至急、構築中ということで、その打ち合わせもちょっといろいろしてきましたんで、その辺の最新情報もいろんな場所でこう告知していくと思いますので、お待ちください。でね、あとこの話もあるじゃないですか、最近話題のガズレレインターンシップ in ベトナム、あれは結構すごいですね。あ、インターンシップで何それ、興味ある方、6ヶ月間ウクレレ職人に見習い のインターン募集してるんです。ここにリンク貼っておきますよ、そのね。で、そのことについてなんですけど、実はですね、インターンというよりは、そのモジャ川上くん、この彼がこのウクレレ作ってるビルダーですからね、現在、まあ日々ね、ウクレレ作ってる G ラボ工房っていう、名付けました G ラボ。そこではですね、もうね、すでに2人のベトナム人スタッフの方がもう日々こう、ね、男性はこう、ウクレレ職人を目指して、女性の方も、なんていうかな、通訳とマネジメントみたいなのやってるんですけど、その方たちとも話したんですけど、まあすごい熱量で、で多分そのインターンシップの人はそういうベトナムの若者たちと一緒にこうなんかこうやっていくってことになると思いますけど、そのね、女の子がですね、なんとそのウクレレがすごい上手なんですよ。日本語もすごく上手で、ちょっとその時の様子シェアしておきます。面白いですよ、どうぞ。今からですけど、いきなり、ベトナムスタッフさんに、突撃して聞いてこようと思います。こんにちは。はじめまして。お名前は？チャムさんでございます。ガズレレスタッフさんでようこそ。で、ヤンさん、今何してるんですか？あ、そうかそうか、これ何をやってるの？削り、これがここにこうやってはまるんですよね。はい、もうすごいよ、どうで、このように彼も何も知らないとこからこういう作業を今しているわけで、これを実はね、彼に続くインターンを今募集しているということで今やってるわけでございますけど、どうも噂によるとチャンさんはウクレレ弾けるんですよね。はい。いきなり無茶ぶり。でもちょっとゴロが覚えます。いいよ。でも日本語すごい上手ですね。すごいすごい。まあ皆さん想像するのとガズレレベトナムの、ね、女性がやっね。風になる。すごい。これが来てるの。素晴らしい。すごいな。すげえ。今や。すごいな。見ないで身の丈に気なんて、風に耐えてや
ある坂道を自転車すげえすごいすごい君の見つけた幸せ花よすげえすごいね素晴らしいいやたまげましたいやすごいどんぐらい練習したんですか2年間ぐらい2年、はい、あ、そうなんだじゃあ何ここに来る前からウクレレは触ってたの、うん、あ、や自分で勉強してましたやってたのすごいねびっくりしたまあこの調子で、うん、あのガズレレジーラも盛り上げててくださいね、うん、本当はいじゃあどうですか皆さんはあもうねまさかベトナムでベトナム人の女の子がウクレレ弾いてるなんてもうなんか感慨深いですやっぱ世界に広がっていく可能性大ですよこれは皆さんこれはあとねガズレレっていうかウクレレっていうかもう本当、すごいことになってくるなと思いました、そういうわけで日本に帰ってきてまたもうね今月来月 もう山盛りにガズレレイベントがあるんですけど1個お知らせ11月11日錦糸町の、で行われるガズレレの日というイベントなんですけどこちらありがとうございます。Thank you, sold out! チケット完売いたしました。ありがとうございます。他のイベントもですね、ちょっと今確認してますけど、結構そんな状態になるところもあるかもしれませんので、もし気になっている方、ちょっとお問い合わせをしてくださいます。はい。予定はここに書いておきますよ。よろしくお願いします。あとは、さっきも何回も言うんですけど、これに関するホームページがそろそろできるということと、あとはまあ、いつものね、はい。リッドミュージックから出てる100曲のこういう歌本いろいろ、よろしくお願いいたしますそういうわけで引き続きこれからもガズレレどんどんいきます皆さんよろしくお願いします音楽楽しんでいきましょうさよならバイバイイエーイ